皆さんこんにちは、チャーマンズの見つけて探して気になってダンスリーダー担当美咲と佐藤君とかです。毎週週替わりでチャーマンズメンバーがラジオパーソナリティをします。今週は美咲が担当です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてあのですね、私最近気づいたんですよ、はい、少し得意なことが自分になんか芽生えたというか、素晴らしい、気づき始めて。いいじゃない。お、ありがとうございます。何ですか特技？それがですね、鼻がいいことが得意なんですよ。え、そうなの？鼻がいいって、はい、ね、よく犬とかさ、のーん、よく聞くけど、はい、なんでそう思ったの？なんか、なんだっけ、最近すごく暖かい日があって、その時に、あ、春の匂いがするって思ったんですよ。はいはいはい。で友達に聞いたら、あー確かに、あー確かに確かに鼻の匂いがするね、うんうんうん、そこで、あ、鼻がいいんだって。いや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 違いますね。それはえ、なんでですか？同時に友達も感じてるんで。いやでも一人だけだったら分かるんですけど、その確かに鼻の匂いするねって友達も言ったんだよね。でも友達が、私が言ったことによって気づいたじゃないですか。でも匂いしてるってことだよね。友達もそのそれを思って嗅げば、あ、確かにするねって言ったってことだよね。でもでもチャーマンズメンバーに言ったんですよ。あ、今日ハンの匂いするねって言ったら、そんなことないよって心ちゃんとさやかちゃんはあ、だから、あ、私は一人でも鼻がすくえてるんだ。ちなみに春の匂いっていうのはどういう匂いですか？なんでしょう、なんかポカポカな感じ。ポカポカ、それは温度ですよね。肌で感じてますよね、はい、それは。じゃあ日本鼻でポカポカを感じてる。はい、鼻で。鼻で今日あったかいなを鼻で感じてるってこと？そうです。なんか、あ、なんか肌の匂い、なんかこう匂い、なんか植物の匂いとか、そういう地形の匂いとかもちょっと不安ってきたりとか、うんうん、暖かくて鼻があんまこう通りがいいというか、通りがいい、でも調子がいいってこと？調子がいいというか、そう、あ、もう、あ、今からピクニック行きたいっていうような思いが芽生えるような匂いがしたんです。ほうほうほう。もうそれはもう春だなと。そういう匂いはだって絶対あるとは限らないじゃん。絶対あるものじゃないじゃん。あー、だよね、はい、それで鼻がいいっていうのはちょっと違うような気がするんだけど。でも感性が豊かとか、あ、なんかその友達と歩いてて、はい、カレーの匂いしたって言って、はい、いやしないよ、何言ってんだよって友達が言って、 100m ぐらい歩いたらカレー屋さんがあったとか、そういうことだと思うんだけど。鼻がいいとか、あ、でも違うエピソードでもあって。え、違うエピソードもあるんです。それくださいじゃあ、はいはい、お店に入って、はい、友達とかとお店に入ったと。あ、ママとママとお買い物をしてて、お買い物しててお店に入ったと。はい、日用品を買おうとなって、はい、それでトイレのコーナーに行ったんですよ。でトイレはコーナーとは言いません。あ、柔軟剤、トイレの柔軟剤。そっちトイレのコーナーってそっちややこしかったね今。トイレの匂いをこう置く、紛らわす消臭剤、消臭剤のコーナーに行ったんですよ。あるある。でこの匂いとか嗅いでて、あ、これおばあちゃん家のトイレの匂いだってなったんですよ、うんうん、で、まあ、お母さんのお母さんだったから、お母さんに聞いたんですよ、うん、これわかるって。いや、わかんないって言って、そこに行った日のなんかまた近くの日に行ったんですよ、うん、おばあちゃん家に、うん、そしたら、あ、やっぱり同じ匂いだっていう、もう覚えてるんですよ、匂いをね。匂いを。それはでも記憶力になってくるんじゃない？ああ、確かに。人んちの匂いを覚えてるってこと？ああ、そうです。じゃあ。はい。例えば、じゃあ、友達の体操着の匂い嗅いだら、友達の匂いが分かるとか、こう、ランダムに体操着が置いてある、体操袋が。はい。その匂い嗅いで、あ、これは誰々ちゃんちの、あ、行ったことある人の家だったら、当てれるってこと？あ、はい。本当？本当です。その人の、例えば服の匂いとかでさ、なんか家の匂いってあるじゃん、その人たちの、はい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 、友達ん家とか行ってさ、はい、それをじゃあ、行ったことある家だったら、はい、当てれる自信あるってこと？あります。ほんとかよ。はい、まあ、あ、これ誰々ん家の匂いだみたいなのが、たまに歩いてると匂ったりとかがあって、
歩いてて誰かレンチの匂いだって匂ったことあるの？あります。それはその人がいる以外ないからね。だっていやその人の家の匂いがするってことはその人がいなきゃしないんだから。街中に。でも なんででしょうね。いやいやいや、こっちが来てなんで匂いしたのか。でもやっぱり暗記力もすごいな。いやそうだと思うよ。なんか思って、あ、それで、うん、最近東京エースで、その時に雷門に行ったんですよ。はい、で近くのパーキングから雷門に移動するって時に、うん、4人で行動したチャーマンって、うん、その時にみんな帰ってきてパーキングに行ったの、うん、その時みんなはえってなってたけど、私はこっちこっちってこうずっと同じ場所を、あ、通ってきた場所を記憶で暗記したんですよ。それはすごい。それでその曲がり方で、あそこでイケメン見たなとか、あそこで、あそこやってたよねって言って、こうぐるーって本当に一発で帰れ、すごいね、帰れそうだったんですよ。え途中でこう会っちゃって4人だけで帰らなくなったんですけど、でもちょっと覚えてたってこと。はい、そうです。その場面場面の景色を覚えてて、うん、はい、道覚えてたってことか。そうなんです。すごいじゃん、それすごい。下道を全部それね、車内の匂いをたどっていったんだったらもっとすごいけど、その車に戻る車の匂い、あ、こっちって匂いで、はい、パーキングまで戻ったって言ったらもっとすごかったけどね。確かに。鼻の話だったら、鼻の話だったらそうですよね。それができたらすげえって思うよ、本当に。鼻に関しては鼻に関しては、うん、なんか鼻が弱くなっちゃいますね。え、結構鼻の話が弱くなる。そんなことない。いつかやってほしい、聞きなんちゃらみたいな匂いで。あー、やってみたいです。メンバーの匂いとかさ、あるでしょ、多分。たまにやります。じゃあそんな冬にぴったりなこの曲をお聴きお聴きください。それでは聴いてください、冬のモンスターラブ。レディオ無責の奥義のコーナー。はい、前回はよく振ってからお飲みください的なものを教えてくださいというお題を出題しました。私の回答はよく噛んでからお食べくださいでした。奥義の回答は届いておりますでしょうか。はい、届いてます。ありがとうございます。では早速紹介していきます。はい、ラジオネームアラン・スミシーさんからいただきました。ありがとうございます。アラン・スミシーさん、一つ目、はい、よく振ってからお飲みください的なものを教えてください。よく切ってからお引きください、カードマジック。あー、確かに、確かに、ね、マジック、マジック、そうですよね。いっぱい切ってわかんないですよね。そうありがとうございます。アランスミシーさん、2つ目、はい、
よく振ってからお飲みください的なものを教えてください。よく読んでから回答してくださいテスト。おーおーいいですね。最近テストがあったんですよ。おそれで結構ボンミスみたいなのがあって。ボンミス？ボンミス？どういうこと？なんかちゃんと読めば分かったのにっていうやつ。それボンミスじゃねえだろ。違うんですか？なんで？なんか式やってたけど回答のとこちょっと書き間違えたとかそういうさ。あ、そ、記号アなのにいって書いちゃったとか分かった。あー、え、違うんですか？いや、ちゃんと、何言ったちゃんと読めば分かったのに。それボンミスかな？大ミスじゃないもん、それ。問題ちゃんと読めてないんだ。あ、そうなんです。アロンさん、2番目の2番目のはミサキちゃんにも大事かもですねって言われてるよ。バレてるよ、これ確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターの方も行きましょうか。はい、ツイッターからも来ております。はい、人は1人目、長野おじさんからです。よく振ってからお飲みください的なものを教えてください。よく褒めてからお話しください。あー、おー、これどういう場面でだろうね。うん、喋るとき喋るとき美味しそうですねとか言わなきゃ、いちいち家とかでも今日の生姜焼きはみたいな。喋る時ですかね。喋る時ですかね。喋る時、はい、お話しくださいって言ってますから。あ、やっぱ相手と喋る時に結局特典会で話すとかそういうことな。あ、多分喋る時はちゃんと褒めてあげないと機嫌悪くなっちゃったりするってこと。どうなの？そんな分かんないけど行ったことないからわがまま特典会ちゃんとお話できるの。はい、会話はできてると思います。会話はできてると思います。それ最低限だね、それは。でも結構、うん、ちゃんと目を見て話したりとか、ちゃんと話題、美咲から振ったりするの。はい、どこから来ましたか。え、どこから来ましたか。お、どこから来ましたか。はい、初対面の人ばっかなの。あー、そういうことか。確かに毎回聞くのだって。それだとさ、なんかあ、俺のこと全然覚えてないんじゃんってなんない。違います、違います。でもちゃんと名前はナイナイさんですよねって言って。なんでちょっと疑問系なの。断言してやれよ、そこは。覚えてないのかみたいになるじゃん。いやですよねっていうねでこう確信を持って、はい、いや覚えてくれてありがとうってなるの。ありがとうございます。なるほど。はい、続いてザワマルさんからです。よく振ってからお飲みください的なものを教えてください。散歩をするときは右足を出した後に左足を出しましょう。左足を出したら今度は右足を出しましょう。おお。当たり前体操。あー、確かに。確かに。誰に対してのあれなんだろうな。よく振ってからお飲みくださいはほらね、はい、あのコーンスープ缶ジュースのさ、缶のどこかに書いてあるじゃん。それはなんとなくわかんない。それ知らないで飲んじゃってさ、あ、本がいっぱい残っちゃうみたいな注意書きじゃん。あー、確かに。でもその右出して左出しては誰に対して言ってることなのかな。赤ちゃん読めるか。あー、そっか。あー、そっかじゃないの。あー、そっか。天然ちゃんかよ。読めないですね。あ、ロボットとかですね。なんで口頭なんだよ。確かに。はい、じゃあ次はよっきゅんさんからです。よく振ってからお飲みください的なものを教えてください。腰をよく振ってからフォーと叫んでください。おお、画像付きです。画像付きで、いや俺は分かるな。画像付き、まあ、知ってんの。なんとな、でも見た、テレビで見た記憶はないです。何で見たの逆に。なんか昔のほら映像とか。あ、テレビだ。YouTube？ あ、そうです、そういう感じとかですね。芸人さんだっては知ってる。あ、はい、なんか多分。あ、知らない。あんまり。レイザーラモン HG さん知らない。知らない。本当めちゃくちゃ、まあ俗に言うその一発屋芸人さんみたいな。代表格と言ってもおかしくないぐらいの。知らない。せいせいせいって言って、おーって言って腰を振るっていう、それだけの、それだけ。知らない。 RG さんを知ってる。え、
知らない、うん、あるある言いたいって言ってなかなか言わない歌って、いやーなななな、なななな、それジョイマンだよでも同時期、同じぐらいのぐらいの時期に一世を風靡した人たち、うん、でもなななな知ってるけど、でもその人を真似した人みたいな感じで、結構その人の本家をあんま知らない。ジョイマンさんを知らないってこと、はい、ジョイマンさんを真似てる一般人とか知ってるってこと。そういうことです、そういうことです不本意だよお前ジョイマンさんかわいそすぎるすいません、すいません。あ、じゃあ次はグッチーさんからです。おい、あ、次はって今見つけたみたいな感じで今届きましたみたいな感じで言ってるけど違います、グッチーさんからです。ありがとうございます。よく振ってからお飲みください的なものを教えてください。前髪はよく確認してから切ってください。前髪はね、うん、一回切ったら戻りますけど。水崎はどうなの、自分で手入れしたりするの前髪。はい、自分で切る派です。上手だね。じゃあ本当ですか。全然変じゃないじゃん、そのお変になんかパッツンなんてしちゃうじゃん、自分でやろうって。どうやってんのその前髪。なんか一回友達に切ってもらって、それをずっと固定にしてる。え、どういうこと。一回友達がやってくれたのを、はい、どういうこと友達が一回前髪を切ってくれたの、うん、イメチェンって。いつ、いつ、去年ですかね、うん、去年ぐらいにやってくれて伸びてきちゃうじゃん。でもはい、それをまた同じ長さで切っていく伸びたら切るをやってます。それも友達必要ないよね。でも、もう自分で切ってるってことだよ。自分が上手いってことだよね、じゃあ。あ、そうなんですか。あ、じゃあそういうことで。だって友達と同じように切れてるってことでしょ。おお。だからもう友達いらないよね、もう最初から。ああ。きっかけをくれた友達を、うん、また私が。その通りに切れるってすごくない？だって友達が切った通りに。へえ。いいじゃない。だとしたら美容師さんが切った通りに切れちゃうよ多分。再現能力があるなら。ああ、再現能力、ああるんですかね。知らねえよ自慢ができるのが増えました。再現能力、暗記力、鼻です。はい、そしてキャッツーさんからです。よく振ってからお飲みください的なものを教えてください。黄色スズメバチの巣を見つけたら巣の周りをよく見ましょう。もしも4匹以上いたらプロに任せましょう。スズメバチ、うん、4匹以上いたらプロに任せましょう。もういっぱいいるからってこと。ゴキブリみたいなもんだ。1匹いたら100匹いるみたいな。そうですね、スズメバチ見たことない。そうなの、本当かもしれない。不安になっちゃいました。初めて聞いたのにその言い方。嘘かもしれないですわ、聞いたことあるけど。本当かもしれないです。はい。あんまでもスズメバチに、ハチにあんまり合わない。あ、一回だけ会いました。どこで。教室に入ってきました。ああ。ブーンって。みんなパニックになるやつ。みんな下にしゃがんでて、うん、頭黒いのに出てきたから。ああ、そうね。頭隠して。うん。本当に。そして先生が窓を開けて。あ、よかったじゃん。本当に。うん。はい、じゃあ、ね、何の話だよ。私のエピソード。いや、そうだ。そうだけど、なぜここに入り込んできたんだって。ありがとうございます。褒めてる。じゃあここから次。次のお題じゃないの。あ、MVP。はい、MVP を決めたいです。じゃあお願いします。はい。消えました。はい、お手を願いします。あ、よく打ってからお飲みください的なものを教えてください。よく読んでから回答してくださいです。あら、しみしさんのありがとうございます。ほう、あ、ね、テストのやつね。はい、はいはいはい、いいですね、これは、うん、勉強になりました。薄いな、ほんとまあいいでしょう。おめでとうございます。ありがとうございます。次回ですよ、ほら。はい、次回は、はい、次回のお題を言いたいと思います。はい、お願いします。アニメキャラクターをこんな感じで表すなです。ちょっと面白そうよ。お、三崎の模範解答を言ってみましょうか。はい、じゃあいきます。アニメキャラクターをこんな感じで表すな。
アンパンマンイコール殺菌小麦。おお、そういうことね。はい、アンパンマンっていうカタカナなんですね、はい、殺菌小麦、はい、バイキンマン。じゃあバイキンマンをやっつけるから、はい、殺菌で合わせるのね、はい、はい、でアンパンマンがパンだから小麦、はい、アンパンマン小麦くくりでかすぎないそれ。いや、で、あ、確かに、そっか。まあでも、まあまあまあいいですかね。いいと思う。こういう感じね。そういう感じで、はい、皆さんからの、はいはいはい、いいね。当て字みたいな感じね、もう。そうですね。感じにすると、無理やり。はい、本当に何でも自由に。面白そう。はい、お願いします。はい、番組では大喜利の回答を大募集しております。ひらがなでハッシュタグ大喜利みさきかメールにて募集しております。以上、みさきの大喜利のコーナーでした。ウルボッコラディオ、メッセージのコーナー。はい、ラジオネームアラシメシーさんからです。チャンマンズの皆さん、キムタカさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。皆さんはイベントなどで何か勝負をして負けた時に罰ゲームをしたりしますよね。そこで質問ですが、こんな罰ゲームなら許せる、これは無理っていうのはありますか？例えば定番のセンブリ茶かっこ超苦いらしいを飲むととか、激辛のおせんべいを食べるというのはどうですか？誰かのモノマネをする、変顔をするというものもありますよね。個人的にはビリビリの電気ショックを受ける罰ゲームとか、食用の無償を食べるというのはちょっと無理です。皆さんの意見も教えてください。今週もラジオ楽しみにしています。よろしく頑張ってくださいね、とのことです。ありがとうございます。罰ゲームの時間はい、おー、私がいない時になんかやってた気がします。なんで食べられてるそういうわけじゃないけど、やるってこと？よくチャーマンズのライブとかで、たまにたまに、はい、そうなんだ、はい、苦手な罰ゲームとかやりたくないなと思うのある？嫌なもの、そう、基本 NG なしなのなんだろう、待ってくださいね。基本あ電気ビリビリ、あこのアナウンサーも言ってる、これは嫌だよね。でも正直、いや、ただ健康に良さそう。え、何がビリビリってよく電気ビリビリ、はい、あの静電気のなんかちょっと強いバージョンみたいなやつだよ。あ、そうなの。電気ビリ、あとボールペン押してビリってくるとか。あー、それは健康に、まあ、見るからに良くないよな別にその痛いところに電気流すとかそういうんじゃないよ。あの治療のあれじゃないよ。あーあー、地形ですね。地形しか言えないあ、でも私が嫌なのはあれです。おでん、熱々のおでんを食べるっていうのは、はいはいはい、お父さんがよくやるやつね。はい、あれは嫌ですね。あ、熱いのが嫌です。そっか、猫舌だっけ。そうなんです、猫舌で、うんうんうん、でも皮膚が薄くて持つのももう辛い。いや、熱々おでん素手で持たねえからで箸で食べられそうになって卵とか加えてポンって出すとか、そういうやつだったら、あ、でみんなチャチャチャってなる。流れとか崩しそうだな、お前ああいう定番のやつだな。確かに、確かに。うわぁ、でもこれはいきます。生クリームを顔面に辛いやつ。ああ、あれは、あ、食べたいなって。食べたいな、口開けて待ちたいなって。違う違う違う、そしたらもう罰ゲームやってないから嬉しがっちゃったああ。そこからうわぁってやんないと、リアクション。あー、パンってやられたら、うわー、美味しいじゃん、おかしくなっちゃうご褒美みたいな結構好きなんですよ、本当に。いや、違う違う違う、ゲームコーナー参加しない方がいい罰ゲーム崩しそうだもん。うわー、じゃあ今度から気をつけてやったメンバー以上、メッセージのコーナーでした。ここで1曲お聴きください。チャーマンズでイエイエイエイ。スイッチオフして、もう一人の私が突然現れるのにね。
休みの日には好きなアイドルの T シャツ着て客席から推しのあの子に飛びまくるのみんなでイエイイエイイエイ叫ぶのイエイイエイイエイもっと口をしたいイエイもっと通したいイエイジャンジャンジャラジャジャンウルボッコラディオ。はい、エンディングです。ここでチャーマンズから告知をさせていただきます。3月4日日曜日は郡山クラブシャープ9さんで東北プレミアアイドルツアー郡山編に出演します。出演は生写真となっております。ぜひご来場ください。そして4月29日の土曜日に仙台まかなさんでワンマンライブが決定いたしました。100人目標なのでぜひ来てください。詳しくはチャーマンズ検索してチャーマンズ公式ツイッターをチェックしてください。番組では皆さんからのメッセージを募集しております。あっちは strategy.info@str-co.jp までお送りください。そろそろお別れのお時間となりました。お相手はチャーマンズのミセット。また来週バイバーイ。